こんにちは、堺ギタースクールです。コメを見てみたいと思います。とても分かりやすいです。私はロックギターですが、イングベイの弾き方を詳しく知るために動画を拝見させていただきました。体操のお兄さんですか？いや、ちょっと全然意味が分かんないんですけど、全然意味分かんないですね。体操のお兄さん、なんか体操のお兄さん似てるの、似てる体操のお兄さんがいるのかな。いや、いない気がする。これね、スラーの基礎練の動画のコメントですけどね、イングウェイの弾き方を詳しく知るために動画を拝見させていただきました。謎ですね。僕のこの堺ギタースクールのチャンネルを見てイングウェイの弾き方を知ることはできないと思います。まさに私の制覇の練習を覗かれてるみたい。リセットして頑張ります。毎回丁寧なご指導ありがとうございます。堺先生みたいな方が福岡にいらっしゃったらなぁと思います。制覇の練習、これは何だっけ、力抜いて一回一回しっかりリセットして、力が溜まってない状態のいい形でパッと音を出す、楽にする、音を出す、楽にする、なんかそんな話だったような気がしますね。僕ね、堺ギタースクール、このチャンネルローマ字で堺って書いてあるのか、たまにね、漢字で堺先生ってこう書いてくれてる方もいらっしゃるんですけど、僕の漢字お酒の酒です。はい、まあ別にいいんですけど、福岡にいらっしゃったらな、いや福岡ね、いい先生いると思いますけどね。っていうか、全国各地にいい先生ほんとたくさんいるような気はしますね。いるような気はするというか、いると思いますよ。まああとはね、こういろんな教え方、みんな、いろんな先生いると思うんですけど、やっぱり相性っていうのはかなり大きいなとは思いますけど、福岡にいい先生いる、結構って、結構かどうか分かんないや、福岡にいい先生います。いると思いますよ。あとは、オンラインもやってますので、興味ある方はどうぞ。はい、というわけで皆さんからのコメントをどしどしお待ちしております。気軽にコメント書いてください。